んだって話になる。そうですよね。今一番その人間関係とかコミュニケーションで悩んでるポイントっていうのを具体的に聞かせてください。仕事の点でなんかこうちょっと時間とかでああいう気を付けはないんですけど、はい、面白いのが好き好きっていう感じで、いつもなんか冗談かもしれない。その人はどうですか、社内で結構人気があるって言ったら変ですけど、人望がやっぱり、やっぱりそういう普段そういうことを誰に対しても言ってることでなんか潤滑的にやってて、うん、何かあった時にもやっぱりこうスムーズにお願い、仕事をお願いできたりとか、その多分その人が言うとみんな悪く思わないみたいな感じがある。ネタはそうですね、頼まれても、うん、この人は嫌だけどこの人はいいっていうのあるじゃないですか、はい。やっぱり多分その人って結構何でも許される、好意に見られるっていう、まあそうだね、悪意じゃなくて善意で見られる。自分は結局同じことやってても当然その誤解して伝わったりとか、ったりとか、そうですよ、ミスコミュニケーションとか自分ではそう思ってないのに相手には別の風に伝わってしまったりとか でそうすると当然トラブルとか、あのやっぱ今おっしゃった上司との関係で、じゃあこういう会話があったからそういう時はこうだよとか、具体的な事例とともにお話できるので、まあ、一番いいのはこうやって話すことだな。そうですね、はい、まあ、この会えない人もいるんで、はい普段はいつもここを使うんですか？そうですね、ここのカフェはよく使います。どういったクライアントさんが多いですか？そうですね、やっぱり男性で、あと私が30代後半なので、やっぱり年代の近い人にこう響くみたいで、うん、はい、大体20代から30代、まあ、40過ぎぐらいの男性が多いですね。あ、はい、どういう相談とか多いんですかね？やっぱり今もお話してたんですけど、やっぱり社内のコミュニケーションとか、うん、あの人間関係が多いですね。あとは、やっぱり女性の問題とか。あ、女性ね。が多いですね。うん、結構あの長い付き合いのクライアントさんとかもいるんですか？そうですね、一回来られた方は、まあ、何かしら問題解決して、うん、今度次またこうなりたいっていうのが出てきますので、うん、こう解決すると次こうなりたいなっていうのがあるので、うん、結構繰り返し来られる方は多いですね。うん、